江戸時代最末期の慶応3年10月14日、薩摩藩と長州藩に秘密裏に下された、徳川義信討伐の証書、または臨時である。日付は、薩摩藩に下されたものが10月13日付、長州藩に下されたものが同月14日付であり、いずれも定身である、中山忠康、大木町三条佐根なる、中三角常野の署名がある。 薩摩藩宛は大木町三条が、長州藩宛は中見門が書いたと言われるが、岩倉智美の側近、玉松三夫が寄贈しており、岩倉が主導的な役割を果たした。10月13日、まず、薩摩の大久保利道が、長州の広沢佐根を伴って岩倉を訪ね、朝敵となっていた長州藩主婦氏の簡易復旧の佐田書を受けた。 翌14日、大木町山条邸にて大久保と広沢に密直が手渡され、薩摩の小松清憐、西郷隆盛、大久保と長州の広沢、福田キャンダイラ、品川矢次郎が署名した受け書を提出した。この密直と同時に、薩長両藩には、藍津藩主、松平片森、桑野藩主、松平貞明の中陸を命ずる直書も次のごとく出されている。 右二人、久し滞在連火除幕府の某その罪、不敬行為の即可中陸し費用化工事、訓読文、右二人久しく連火に滞在し、幕府の某を助け、その罪、軽々ず候、これにより速やかに中陸をかうるの旨、仰せ下され工事一方、徳川吉信は10月14日に、大政奉還を上奏し、翌15日に朝廷に受理された。 このため、倒幕はその名目を失い、倒幕の実行延期の沙汰書が10月21日に、薩長領藩に対し下された。その後も、岩倉や薩長領藩は、なお吉信討伐を模索して、王政復古、とば、伏見の戦いに至った。倒幕の密直立両政が完全に崩壊して、久しい江戸時代にあっても、天皇が、少々を発するには、 律令に定められた以下の手続きを経る必要があった。中塚佐商の内記が草案を作成し、天皇が一旦それに日付を加える。中塚佐商の責任者3名が内記の記した簡易性のもとに辞書を行い、それぞれのもとに線、捧ぐ行の一字を記す。これを暗文と称する。暗文の複製を西安の草案として作成して、 再度中塚佐将の責任者の署名を加えて、天皇御辞を応援した後に、大上官に送付し、今度は、月記が大臣、大納言の管理性を記して、日付を加える。草案は、天皇への創生の一文とともに、大上官の会議にかけられて、大上大臣以下の大臣、大納言の辞書を加えた後に大納言が、天皇に、これを服装する。 天皇は服装された草案の年月日の横に彼女を記入する。ここで正案の草案は正式な証書となる。さらにこれの複製を作成するとともに弁官によって証書の実施を命じる大乗官府が作成される。ここで証書の内容が鮮務として口頭で伝達されるとともに大乗官府が交付されて証書が発行するのである。 上記の証書の正式な発布手続きと倒幕の密直を比較すると、密直は語学、巨字を書き、大上官の主要構成員の署名がなされていない。すなわち、密直は正式な証書ではない。このように、密直は、砂漠派の殺傷二条な流域らを回避して作成され、手続き上、厳密には、証書ではないので、同じく砂漠派の関白。天皇や、 砂漠派ではない苦行たちが砂漠派の摂政二条、成行らを回避せざるを得なかった理由は、二条成行が、ただの砂漠派ではなく徳川義信のいとこという、立場での砂漠派であり、義信同様、鎖国上位派であった、公明天皇に強引に働きかけて、異直の不平等条約に直挙を下させた、屈服開口派であったからである。すなわち、二条成行は、天皇や、 朝廷のための折生というよりは、一へ層のための工作員でしかなかったためである。また、倒幕の密着の内容が、たとえ相手の社会的地位が折生であったとしても砂漠派工作員であるがゆえに、その地位についているような者たちに対しては事前にその内容を知らせるはずがないと十分了解できる性質のものだったからである。その他の砂漠派工作員と思われるクゲラに対しても、 全く同様に警戒せざるを得なかったであろうと、十分考えられる。実際、倒幕の密直に関わった当事者の一人である、大木町三条佐根なるは、後に、倒幕の密直は、天皇と自分と、中見角常の中山忠康、岩倉智美らが、秘密裏に推進したものであり、二条、成行や八月十八日の政変の黒幕であった。 茅野のみやあさら砂漠派に対しては国費であったと証言している。また、大木町山上の解説によれば、密直は臨時である。証書と比べて、手続きの簡易な臨時は、天皇に禁じする者がその意を受けて、これを対象者に伝える、法書形式の文書であり、文末は、ものイコールつまり、という天皇の命令であるという伝文形式を取る。 東幕の密直は、天皇の願いを聞いた、中山忠康、扇町三条兼なる中三角常野の三名が、連名でそのまま天皇の意向を、真の立場で薩長の藩主たちに伝えるという形を、とるが、守護が陳で、御事とのリスとして天皇が直接命令する少々の形式でもあり、密直は、伝文形式とも言えない。つまり、密直を臨時とする説明にも無理がある。 このように密直は極めて異例の形式であるため、従来より偽直説が唱えられてきた。佐々木勝は、この証書はもともと模擬文書であり、必要な場合は、このような直名を出すことが可能だということを保証する、サンプルのようなものという説を提唱しており、青山忠正はこの説を、最も明快で、説得力があると評価している。 密直を経で直接受け取った薩長の藩主たちは、広沢平介、福田キャンダイラ、品川八次郎、小松立脇、西郷吉之助、大久保一蔵の6名による連名で、倒幕の密直薩長連行を受け聖書という、共同編当書中山忠康、大木町三条佐根成、中三角常の岩倉智美の4名に当てて、共同提出している。もし本当に、 偽直であったとすれば、ことが露見した場合、在下に問われるはずであるが、誰も罪に問われていない。慶応4年に1月4日、仁那寺宮、吉昭新王が、朝廷より近畿と窃盗を賜い、政党大将軍の命を拝して、皇軍総裁となり、さらに2月3日、朝廷は大総督府を設置し、アリス川のみ当たる人新王を、統制大総督に任命。 明治元年10月13日、明治天皇を自ら法連に乗って、江戸城まで御神軍がそばされた。戊辰戦争での軍校舎も温床を賜っていることから考えれば、これら一連の動きは守備一貫しており、文書の書式をもって云々するべき問題ではなく、控えめな言い方をしたとしても追認され、効力を発揮した成直であると考えるのが妥当であろう。 ありがとうございます。